はい、えー、皆さんこんにちは、レクセニ講師の土橋です。それでは学生のための公務員試験合格法ということで、えー、1時間ほどですねガイダンスを差し上げたいというふうに思います。で、えー、使ってまいりますものなんですけれどもこちらですね。えっ、ー、とパンフレットがお手元にあるといいかなというところです。まあデジタルパンフもあるので、ネット上でご覧いただいている方はね、そちらのパンフレットもまあ使ってみてくださいというところです。あとはね、えっ、ー、となんか書店さんとかあるいはレックの本校とかで、えー、受け取っている方は多分。 スケジュール冊子とかっていうのもねあるかと思いますので、まあ、お近くのそのレックというのがおありでしたらあレックに通ってね勉強したいという方はこちら、えー、中見てねスケジュールとか確認をしていただければというふうに思います。各校舎ののねスケジュールとととか出ておりますすででいいうところですはい、それでは早速ねお話をしていきたいというふうに思うんですけれどもあのー、皆さんは今公務員を目指されるっていうところで少し迷ってらっしゃるかと思うんですけれども一つちょっと画面をね 見てみましょうというところですあの大学卒業後の進路というところでねお話をしていきたいと思うんですけれども大学卒業後の進路まあ、皆さんのその未来というのは無限大でいろんな道があるわけですね何も公務員試験に合格っていう道だけではなくて 例えば民間企業に就職をして民間企業に就職をしてその上で公務員試験にまたあとね民間の経験者採用なんていうのがあったりするんでそういう道もありますのでえ何もえ学生時代ねすぐ公務員にならなきゃいけないっていうわけではありません。 ただ、公務員試験を目指すとなると、大学四年生で受験が始まるんですけれども、大学三年生のうちに準備をしていただく必要があります。公務員試験乗り越えなきゃいけない壁が大きく三つあるので、その三つの対策のうち特にね、あのマークシートの試験の対策とかっていうのは。 早いいいいい段階かからやっていただかないといけなとけんですねですので、えー、いろんな道に進んでいくにしてもですね例えば公務員を目指すっていうならちょっと早めの準備をというようなところをですね心がけていただけるといいかなというところになります。 はいそしたら、えー、とパンフレットもね、まあ、一緒に使っていきたいと思いますので、まあ、パンフレットをご覧いただいてパンフレット表紙ね、えー、レックはその一人一人担任制とかっていうふうな形になってるんですけど各校舎に、えー、担任というのがおりますので、えー、担任と相談をしていただくっていうことができますでまあ皆さんのゴールまで、えー、最終的にはね面接を乗り越えていかなきゃいけないので、まあ、その点まで、まあ、レックは支えていきますよというところで是非、えー、ご活用いただければというふうに思います。ただ、あのーまあ レックが近くにないよという方もいらっしゃると思いますのでそういう方はねあのネットでインターネットのフォローで、まあ、いろいろ教えてチューターというような教えるあの質問を受け付けるようなコーナーもありますので、まあ、そういったところを使ってですね、まあ、全国のどこの環境でもお勉強はいただけますのでえ頑張っていただければというふうに思います。でで早速なんすすが中をめくっていきますとね えー、レッグのサポート制度で合格しましたなんて言って合格祝賀会になるものがね、えー、毎年行われておりますですのでまあ、そういった合格祝賀会でで、ね、皆さんとお会いできるという機会を楽しみにしておりますので、えー、ぜひ皆さんもねこれに続いていただけたら嬉しいなというところですであとは実際にパンフレットも送っていただきますと、えー、先輩の合格者たちのコメントとかがね、えー、載っておりますのでぜひ、えー、ご覧になってみてくださいというところですで私がま使っていこうかなというふうに思っているところはちょうど8ページ ペでその公務員の魅力っていうのがちょっと載ってるんですけれども、まあ、皆さんの前には民間で働くっていう道と公務員で働くっていう道があるよとで公務員とまあ民間の違いとかですねそういったものがここに載ってたりしますので是非、まあ、参考にしていただけたらというふうに思います。ままたですすねちょっと画面変わりますけれども 例えば過去の合格者にね、えー、そのお話を聞いてみて何で公務員を目指したんですかっていうところでお話を聞いてみると例えば特別区って呼ばれる23区ですね東京の23区の方であればですねこれは市区町村というレベルの団体です。 基礎自治体というふうに言われたりするんですが職域の広さと住民との距離感というのが特徴だというふうにちょっと書いておいたんですけれども大学生活を送る中でねこの方は東京に魅力を感じたみたいで住民の方々と一緒になって手を取り合ってその町を盛り上げていくというところに魅力を感じたんだだから特別区だよ23区だよって言ってますね。で B、さんは これは都道府県というレベルです東京都というところを受けたよで、東京都でまあ魅力まあ都道府県というところの魅力はまあ広域行政なんですね、えー、市区町村というすごくこう限られた範囲ではなくてまあその規模の大きさっていうのが一つ魅力になるよって言ってるんですねまあ、東京都が人や物産業が集積をしていて国にも地方にも世界にも影響を与えるような存在である一方でまあ東京都が一番こう これからの日本で生じルー問題とかっていうのがいち早く起こるところだったりするからあそういったところで公務員として働きたいと思ったなんていうふうにおっしゃっています。あの広くね 貢献をしていくという度合いでいうとやっぱり都道府県の方が大きいので例えば人との距離感が近いところで仕事したいというなら市区町村であるいはあもうちょっと広域的に、えー、例えば災害対策とかねそうなるとやっぱり1つの市役所レベルではないのでね、まあ、あの都市計画とかも含めてですがあ都道府県というところで大きなまちづくりやっていきたいとかっていうなら都道府県なんかもありだと思いますね。で田尾ででささんんんはは国家公務員さんなすんすねこの方は税関です で専門性で国を支える国民を支えるっていうふうに言ってるんですけど国家公務員は北北海道から、ね、南は九州沖縄までっていうのをこうくまなくカバーしているところで、まあ、幅広い施策をしているんですけれども実際その幅広さが大きいからね、えー、省庁ごとに役割分担っていうのがあるわけですね、えー、例えば何とかだったら何とか賞とかっていうふうに決まってる。で例えば税関はは、えー、これは 例えば麻薬とかね武器の密輸とかそういうのが行われたり不正な輸入とかですねそういうのが行われたりするえそういったものを未然に不正で水際でねえ国の安全を守っていく国民の安全を守っていくっていうのはやりがいがあるんだっていうところでまあ税関っていうところを選びましたよなんていうふうに言ってくださっていますで皆さんもあのご自身がこう公務員っていうのを目指していくにあたってねいろんな道がありますのでまどんな仕事が合うのかなっていうのをぜひ考えてみていただければと思います例えばですね10ページ パンフレットの10ページを見ていただくと えー、国家公務員とととと地方公公務務員員かかっっててていいいううころのの違が出ております、まあ、国家公務員はね、えー、こちら各省庁に、まあ、配属されてお仕事をしていくあとは地方の私文部局って言って出先って言ってですね、えー、各地域に、まあ、例えばあ地方整備局だったりとかね、えー、そういうような産業労働のね、えー、それぞれの出先機関とかってあったりしますので、まあ、そういったところで、えー、お仕事をされるっていうところで何も霞が関ですね東京の霞が関だけで仕事をしてい するわけじゃないので、ま出先っていうところもあるから、ま地元の、えー、国の機関で働きたいなんていう方はね、国家公務員考える方もいらっしゃるでしょうね。で、下で地方公務員11ページに載っていますが、こちらあ、地区町村っていうところは一番下ですね。市役所区役所っていうところです。で市役所区役所っていうのは住民との距離感が非常に近いところですので、まあ、そういったところでまあ、お仕事をされていく。 他で,で都道府県になってくると例えば対住民の仕事っていうのもねまあ2割ぐらいですかね、えー、あったりはしますよと例えば都税事務所とかねあの都道府県税事務所とかあそういうのありますし、えー、県立の高校あるいは県立の図書館とかですねそういうような、えー、ものがあったりするので公共施設なんかとかね学校とかで。 県民との接点というのがある仕事もありますが例えば市町村とか企業とかを相手に仕事をするとかという時もまあ、非常に多くなるでしょうねというところですまあ、そっちがだいたい7、8割あるかなというところだと思いますで、地産地水とかですねま書いてありますけれども例えば災害対策とかねそういったものっていうのは愛知市役所レベルというよりはより広域的な対応,対応していくことが非常に重要になるのでまあ、地方の公務員っていうところでもまあ あ自分のやりたいものが公益行政に関わるかなっていうのだったら都道府県もありですよねっていうところですまあ、市役所区役所は対住民っていうところで非常に距離感が近いところで顔面の見えるところで仕事をしたいっていう方向けですね他方で、ねえー、都道府県庁とかになってくると顔の見える仕事もあるし今公益的な仕事もあるというところです他方国家公務員は 各省庁に分かれていいただいてで、まあ、国民と常に接点を持ちながらというよりは抽象的にその日本国民みんなのためにっていうところでお仕事をされる仕事もありますし先ほど言ったような税関みたいなあその人との、ね、接点が非常に多い仕事もあったりはしますので、まあ、きっとその皆さんに合った仕事というのが多分見つかると思うんですね。で今お話ををしていいることとうのをちょっと 画面に出してみますとあ,のあなたにあったその「ありますすよとといいうことを出しておいたんですねでそのあなたの個性にあった仕事が見つかりますよ」というところで例えばっていうんですけれども規模の大きな仕事をしたいとか。 言うんであればですねまあ、国家公務員というのが非常に規模が大きいのでまあ、そういったお仕事ができると思いますし他方で住民と密着をして仕事をしたいとなるとこちらですね、えー、市区町村とかっていうのがぴったりくるんだというふうに思いますでちょうどその愛の子になるのが都道府県庁の職員さんなのでまあそういったあどれが自分に合ってるのかなっていうのも考えてみてくださいでまた距離感っていうところとね仕事の幅っていうところも あるので例えばそのえ規模の大きさだけじゃなくて幅広い仕事に関わりたいというと都道府県庁とか市町村というのは、まあ、1回ね市役所とかを訪れていただければいろんな部署があるというのはご存知だと思います。で大体23年ぐらいでねコロコロっと部署を変わっていったりとかするので、まあ、その点でいろんな仕事を、まあ、仕事あの経験することができますよというところがあります。で国家公務員のの場合はねえ各省庁に属していただくので まあ,ある程度その専門性を持ってお仕事をしていただくという形になりますただ例えばですねえっ、ー、と文部科学省というところがありますで文部科学省というところは文部行政といって,言って、えー、例えば教育に関わるところですね、えー、そこのところでお仕事をする方もいるし科学技術振興といって文部科学省ですからね、えー、科学技術振興というのもやってまいりますしさらに文科省の配下というか 関連する省庁庁庁とととしてスポーツかか文化庁とかねえそういうところもあるので、まあ、要はあ文部科学省に配属になったよって言っても教育行政科学技術行政スポーツ行政そして文化財保護行政とかっていったような4つのパートに分かれてえそれぞれの中でコロコロと回ったりですね、えー、全く違う、えー、文科省で大学とかのね教育行政に関わる仕事をしていたけどスポーツ庁に今度配属になったとかっていうとスポーツ行政とかっていうような形で、まあ、いろんな仕事がこう経験できる。 という幅広い業務がまあ、に携われるよというところがまあ、公務員の魅力なので、まあ、そういったものも、まあ、あったりします。他方でね。本当に専門的になんか特定の分野で貢献したいという方もいらっしゃると思います。で、それが専門性というところで、国税専門官裁判所職員とかで、今回は事務の、えー、説明なのでパンフレットを見ていただくと読書。 えー、パンフレットの下の下方ですかね10ページの下のところで「えー、専門職」というところが載っかっておりまして「えー、国税専門官」とかあ「裁判所の事務官」とか「財務専門官」とか「労働基準監督官」とかって言ってまあ、税のスペシャリストとしてお仕事いただくんだとか「えー、労働分野のね ところで、えー、専門性を生かしてお仕事をいただくんだとかブラックな企業をね立ち入り調査とか、えー、そういうこともするんですけどであるいは裁判官のね片腕として裁判所の裁判運営を支えていくんだというようなね裁判職員とか、まあ、専門分野を持ってお仕事をする仕事もありますので、まあ、皆さんに合ったものっていうのが個性が、まあ、皆さんおありですからあその自分の性格に合ったものとかあ自分の経験を生かせるものとかっていうものをうまく生かしてですね、えー、頑張っていただけたらというふうに思います。 まあ一つ思うのはね、まあ、あの民間っていうのは例えば今私たちレックっていう予備校なんですけれども、えー、公務員講座を受けて公務員になりたいという方を支えていくっていうんで例えばこういうのは B2C っていうふうに言ったりしますね、えー、ビジネスとカスタマーっていうところでお客様対お客様っていうところでお仕事をしていくわけですで例えばレックは商品サービスっていうのをご用意しているのでそれをお買い上げいただいて、えー、皆さんにこう受かっていただくためのお手伝いをさせていただいて皆さんが受かって喜んでいただくっていうところで支社の 商品サービスを通じてお喜びいただく。 でその代わり対価として、えー、受講料というのをいただきますという形になっていて、まあ、どうしてもですね、えー、対価を支払っていただけるお客様とのお付き合いということになるしでまた自社の商品サービスの枠の中で、まあ、あの提供していくということしかできませんので、まあ、一定の範囲の絞りがあったりするわけですね。なので、まあ、その、えー、利益っていうところにつながるお客様なのかっていうことをどうしても考えざるを得ないのが民間企業で、えー、利益というフィルターとあともう一つはですね その自社の商品サービスの枠の中っていうあまあ 絞りりりががああまますすよよフィルターがありますよでところが公務員の場合はですね、えー、その人とか企業とかっていうのを支えていく例えば舞台を、えー、作っていく都市を作るというところもやっていくこういうのはあもちろん民間ではやらないわけですねでまた人や企業を支えていく例えばあ生活に苦しい方生活保護で支えて差し上げるとかっていうのもあるでしょうしまた企業がね、えー、その活動していくにあたって企業支援といったものをサポートしていったりまた企業誘致とかねそういう仕事も、えー、あります。 ですので、まあ、民間にはできない仕事ができるっていうところでね、えー、魅力っていうのはあるのかなっていうところですのでいろいろご自身で調べてみていただいて自分に合った仕事あるかなっていうところとか、まあ、公務員の仕事と民間の仕事っていうのを比較してみて、まあ、自分に合ったものっていうのをゆっくり探していただくといいかなっていうふうに思いますねというところです。さあそうしましたらうんと、えー、実際に公務員試験っていうことをね少しお話をしていきましょうか。 でしょはい、えー、公務員試験のデータというのがですね、えー、パンフレットの12ページあたりに出てくるかと思いますので、まあ、そちらちょっと出していただくとねいいんじゃないかなというふうに思います。でまあ、ここにはね、えー、大雑把なバーととちょっと広げますけれども 十二ページ、十三ページが基礎データが載っているところです。で、公務員試験っていつやってるのっていうのが、えー、こちらですね。えー、第一試験の実施スケジュールというので、二千十九年の、えー、データになりますけれども参考になさってください。で、また一つの試験がね、だいたいどんなぐらいのペースで行われているのか、あの中身ですね。えー、出願していただいて、一次試験あって、二次試験あって、合格発表までどんな流れなのかっていうものが出ております。で、またあ下の方にはですね、試験科目っていうのが出て。 おりますので、まあ、そのあたりというところをね実際にお話をしてまいろうかというふうに思いますはいで、まず試験の実施日なんですけれどもだいたいですね4月ぐらいから12ページの上をご覧になっていただければと思います4月の頭ぐらいからあ後ろぐらいからですねお話試験が始まってまいります でこう毎週試験やってるよっていう感じなんですね4月5月6月7月9月10月とかっていってでここにも載っていない枠で、まあ、採用日程を組んでらっしゃるよっていう自治体さんとかもありますので、まあ、ご自身がね受けたいところっていうのはいつ試験やってるのっていうのはちゃんとね、えー、見ていただくといいと思いますよというところです。ででででで同じ日程でなければすすね閉館はできますので いくつも受けてらっしゃる方結構多くいらっしゃいますのであの1個しか受けられないわけではありませんのでねいくつか併願をすることも考えてとにかく公務員になるんだという形で勉強していく方もいらっしゃるし自分の行きたいところはここだというのを決めてです、ね、受けてらっしゃる方もいます。 ただ1個だけしか受けないという方は、まあ、あんまりいないかないらっしゃらないかなという感じですけど、まあ、自分がこう受けたいところというのがあここだというのでそれ以外はもういいんだという方も、えー、いらっしゃるのはいらっしゃいますが普通は一般的に併願をしていくことが多いかなと。で大体何個ぐらいみんな受けるのかなとかって気になる方はですね、えー、16ページというところに「 合格者のアンケートっていうのが載っておりますので、まあ、その合格者のアンケートっていったものをご覧いただくと、まあ、いつぐらいから勉強を始められましたかとかですね一日あたりの勉強時間はとかよく聞かれる質問ですね、えー、書いてございます。でえー、っと13 17ページのところに例えば あー6つ目っていうところですけどいいいいくつししましたかっていうのが書いてあるんですよねだたい3個から4個ぐらい受けましたよとか5個から6個受けましたよなんていう方が大体ですので、まあ、大体3つから6つぐらいで、えー、多くの方が受けてらっしゃるっていうところですからその点でまた元に戻しますけれども、はいまあ、いくつも日程が被らない限りは受けていくっていうことができるのかなっていうところになります。 1>, はい、で1個の試験はですね大体あの試験日の1ヶ月前とか2ヶ月前と辺りから出願というのが始まってまいりますで。出願しないと話は始まりませんのでしっかり出願をしていただく例えば国家一般職の例ですと4月の5日から4月の17日試験は6月なのにね2ヶ月前にもエントリーが終わってしまうんですよですからこういったものを遅れないようにね気をつけていただきたいというところになります。でエントリー自体はねあの 住所とかお名前とか登録をしていただくだけっていうところが多いんですけれどもあのエントリーの段階で、えー、例えば面接カーーードに該当すするるるよよううううななエントリーシートリシとと呼ばれれ、ねえー、そいいっったもものをどっぷりり書かされるっていうところもあります例えば横浜市なんかも6月の末に試験やりますけれども、えー、4月から5月の間にですねエントリーを出していただくんですがそのエントリーシートが、えー、7月とかに行われる面接一次試験通過後に行われる面接で、えー、使われていくカードになります。 え、それ以外にも面接カードの類はないので、エントリーシートをしっかりと作っていかなきゃいけないところもあるので。まあ、早め早めに行動していただけるといいかなというふうに思います。まあ、そういうところをね、受ける予定の方は、実は後でお伝えをしますが、レックっていうのは面接対策が早いんですね。えー、皆さんが9月から、こう、面接シミュレーションというですね。まあ、相談の機会とか、あるいは実践としての、模擬面接とかっていうのがやれるようになっております。ですので、早い段階からですね、格好者で、え、そういった取り組みができますよっていうメリットがあるので。 例えばエントリーーをを出すす前になんででけけれども自分の面接カードで模擬面接接カド模擬受けていくレックこの点他の予備校さんより絶対早いですのでこの辺り面接対策っていうところではねうまく活用していただけるといいただ近くにレックがないよという方もいらっしゃるかと思いますがあのウェブ上でですねオンラインでやっていくようなシステムもあったりはしますので面接シミュレーション模擬面接をですねパソコン上でねやっていただくっていう方法もありますのでその辺りとかあとでね 詳しくお話をしますが後ろの方に出ておりますので後でやっていきましょうね。 はい、であとは1次試験のリコえルと2次試験のところでまあ面接がありますというんですが1次、えっと、試験でマークシートの試験しかやらなくて論文は2次試験で行いますというところも結構あったりするので、まあ、ご自身でちゃんと調べてみてください。だいいた試験のの週間間から1ヶ月以内の間で行われることが多いですねで面接もまあ複数回行うところもありますし面接の形式もいろいろですので個別集団 そして集団討論というふうに呼ばれるようなものこか,、はい、からまた2週間とか1ヶ月ぐらい経って合格発表っていうんで、まあ、民間の内定が出るっていうよりもねえ非常に時間がかかるというところで、まあ、長いスパンになっちゃうんですけれども、まあ、こういうのが、えー、56個受けたんなら56個続いていくということですね重なっていくというところです。たまにね 面接の日程が被っちゃうってことこあるんですよねご自身の中で、えー、どれを優先順位高めにしておくのかとかって決めておくっていうのは、えー、大事なことになります。まあ、どの道ですね、えー、いくつ受けてもですよ5個とか6個とか受けてもですね1個しか行けないんですから自分がどこに行きたいっていうところは絶対優先順位ね決めておいていただければというふうに思います。だいたいたあの 秋口ぐらいからなんですけれども、えー、翌年の試験に向けてですね秋口ぐらいからあ採用の説明会とかをやってくださるところっていうのは結構多いですですのでそういう説明会とかの機会にあったらまあ、ぜひ行ってみていただければいいと思いますしレックの中でもですね K フォーラムというイベントがやっていて、えー、人事採用担当の方にお越しいただいてお話を聞くというような機会もありますのでまあ、そういう機会とか聞きながら、えー、自分の受けたいところね、ぜひ決めていただくといいと思います はいであとは、まあ、試験の実施スケジュールというのはが、ねまあ、ここにあるんで日程が被らなきゃいくらでも受けられますよというところなんですがあの市役所とかね受けようかなと思ってらっしゃる方は市役所は A 日程、B 日程、C 日程とかあ D 日程と呼ばれる日程がありますでこれはねあのまとまっている日程に便宜上を勝手にあのなんだろう受験業界が名前つけてるんだと思うんです。けどまあ A 日程っていうのは6月の23日って呼ばれる6月のね第3週4週ぐらいのとこ4週ぐらいですかね、えー、そこのところの日曜日にやる試験で え、ここの試験は大体ど、あの県とか政令市っていうところが行う日なんですね。で、この日にまあ、一緒にこう市役所っていうのがやってるんだよっていうところがあります。で、そういうところの市役所なんかだとえっ、ー、と政令指定都市以外の市役所なんですけど、まあ、同じ日にやってるんでね。どれか一つしか受けられませんよっていうことになるんですが、a 日程っていうのが6月に行われている試験で、次にまとまって行われる日のが多いのが、b 日程7月の、えー、第4週ぐらいですかね。 ののところ日日曜日であとは9月もやはり多いです全国的にねえ9月の C 日程というところでやってるところであと10月に D 日程というのが一応ありますので、まあ、この辺で。 地域によってですね、えー、こう C 日程にこう寄ってますよなんていうところもありますし、えー、B 日程 A 日程に寄ってますよって言って同じ日に大体ねどこの自治体もやってることが多いんですよ。だからあの自分が住んでいらっしゃる地元の、ね、市役所を受けてで隣の市役所を、えー、違う日程で受けようかなと思っても同じ日にやってることも多いですから、まあ、そのあたりね、えー、気をつけていただくといいかな。だかご自身が受けよううかかかなと思うととと思ころでですね1回、えー、何何々々県採用とか何々採用用調べ 見るといいと思いますのでねというところですはい他方でよいしょ広げていきますがじゃあ乗り越えなきゃいけない壁をですね少しお話をしておきましょうというところですまずこちらにですね載ってるんですけれども12ページ っていうところで、えー、書いてあるのがですね、要所、まお、あ、ピンク色になっているところですかねえ。基礎能力試験と呼ばれる基礎科目とかって呼ばれる試験です。でこちらは一般に教養試験とかって呼ばれたりするものなんですけれども、え高校時代の科目が中心ですよね。であとは数的処理と呼ばれるねパズルみたいな問題とか、あるいは現代文英文とかっていうのと一緒になってえ高校時代の科目のオンパレードっていうのが教養試験です。 他をね、次に、はい、専門試験というふうふに呼ばれるものがありますで専門試験なんですけれどもこちらはですね、えー、と大学の各学部で学んでいただくような科目があどうと並んでいるというイメージです。はい、でこの辺の科目で、えー、試験によって出るもの出ないものっていうのがあったりしますね。で、えー、実は公務員試験は教養試験だけで受けられる試験というのもあります。例えば警察官官消防官の試験だったり あるいはあ国立大学法人等職員とかですね、あとは市役所さんなんかだと、えー、教養だけで受けられるというところもあります。 ところが市役所の中には専門もありますよっていうところ専門試験大学のね各学部で学ぶ試験もありますっていうところもありますしまあいろいろですさらにまあまた別の切り口で言うとですねえもう脱公務員試験ですなんていうふうに言っていって SPI なんていうのをねえやってきますよなんていうところもあったりはしますただまあ公務員試験の勉強されていると SPI とかのところだって余裕で対応できますので その点、まあ公務員試験の勉強をしっかりやっておかれれば、あ一般常識とかも含めてですねえ、しっかりカバーできますので、その点はご安心いただければというふうに思います。で、ちょっとまああの詳しく、えー、科目とかをね、まあお話ししていくんだったら、ちょっと別の資料があるので、ちょっと画面を見ていただければと思います。はい、でまず公務員試験、まあ公務員になるためにですね、乗り越えるべき三つの柱というのをちょっと書いておきました。で、こちらまあ画面に書いたのはまずね、一つ目が卓一試験なんです。 で次に、まあ、論文試験を乗り越えていただいてで最後に、はい、面接を乗り越えるというような3つのステップになっていきますのでまずは、はいえー、3つの壁ね論文と、えー、面接と択一とマークシートですねさあじゃあちょっとマークシートについて特化してお話をしていきますとですねまずこれ国家一般職っていう試験を例に挙げておりますで、えー、と教養試験っていうふうに呼ばれるものちょっとまあクローズアップしてみましょうかねはい。う、えー、うふうに呼ばれるものは 高校時代の科目にプラスして、えー、文章理解とか数的処理とかっていうものが出てくるものです。でえー、っとまずこの えー、分かっていただきたいのはですねまず満点を取る必要がないということをです、ね、ぜひ、えー、気をつけておいていただければと思います皆さんのパンフレットですとね、えー、こちら14ページというところをご覧いただくと公務員試験合格法とかいいうのが書いてありますでこちらに、まあ、ちょっと載っていることを、まあ、あの詳細を詳しくお伝えしようかなとうう思うんですけれどもほいで画面見ていただければねでまず、えー、満点はいらないとで60%ぐらいが教養試験の目標なんですね。 でじゃあ6割取っていくっていうところで大事になってくるのはあ費用対効果っていうのをね仕事をする上では考えていくんですけれども、まあ、費用コストに見合ったメリットですねあの効果利益が上がるのかって民間なら考えるじゃあ公務員試験で皆さんがその勉強していくっていうところは費用対効果を考えるっていうと時時間間点なんですね勉強にに見合った得点のある科目に重点を置くだ例えば時間対得点を考えていこう。 で例えばですね日本史とか世界史とか物理とか科学とかっていうところを見てください、えー、この試験では1点しか出ないわけですよ。でそれをどっぷり頑張るのもいいけれどでも上の方が効率的ですよね。現代文英文とかあるいは数的処理って呼ばれる科目こういったところを、えー、頑張っていく方が実はこれだけで何点ありますかっていうと、えー、数的処理だけで16問あるんですよね。なんで上だけで上の4列だけで27点にもなるんですね。 でここをまずしっかり頑張ることっていうのが大切になってくるんではないだろうかというところになります。はい、あるいはあ政治経済社会とかですねそういった科目っていうところが効率よく、まあ、1科目で点数が高いあと皆さんね時事っていうのね公務員試験は、まあ、公務員というのは今社会で起きている問題とかっていうのを対処していくことが多いから時事っていうところにまあ関心を持っておいていただきたいんですね。で時事問題っっっててよく出ますので、まあ、しっかりやっていく さらにねもし教養試験だだけを頑頑張張るいいいう人は全科目ぜひ頑張っていただきたきんですよで市役所なんかだとこっちが2点とか日本世界地理が2点ぐらい出ますよなんていうような形になったり科、えー、学生物とか物理とかそういうのが、まあ、1点とか2点出てくるようなんていうところも多いから一応全般的にやっていただければいいんだけど専門も一緒に抱き合わせで勉強するっていうんだったら、まあ、ちょっとねあの下の方頑張ってゴリゴリやるっていうよりはまず上をしっかりとやっておいてはい。 文系の方だったら文系の科目をセレクトするとかあ理系の方なら理系科目をセレクトするって言って全部満点取ろうというふうにしなくても大丈夫じゃないかなとであと専門の勉強される方はですね専門の試験で憲法とか経済学とか政治学っていうのを勉強される方だったらあ政治経済っていう科目はあ余裕で点数が取れます。 でほとんど政治っていうのは、まあ、政治学大学の政治学やってれば当然大学レベルのやつをやってれば当然できますし法律っていうのも出るんですけど法律っていうのはほとんど憲法が出るんですね。なので憲法をしっかりやってあれば大丈夫だよというところなんで専門の憲法を勉強されてればそこはまかないであとは経済学っていうところをしっかり頑張ると、はい、当然経済分野の問題高校,高校生のね政治経済のレベルですから当然解けちゃうよと。 でただ、まあ、憲法経済政治学で、まあ、学ばないちょっと細かい論点とかねそういうものも社会科学特有の政治経済特有の論点もあるので、まあ、もちろん政治経済の講義もちゃんと受けていただければいいですが、まあ、あの憲法とか経済学とか政治学とか勉強されるんだったら例えばね秋口とか冬とか。 から勉強を始めて数ヶ月で公務員になろうと思ってるんだっていう方はですね、あまりこの社会科学っていうところは、えー、力を入れないで専門の方を頑張るとかね、英、え、語、ー、にやっておかれればいいと思います。まあ、もちろん教養しか受けない人はね、教養の科目だけ頑張ればいいっていうところなんですけど、で、あと専門の試験に関して言うとね、まあ,あのどれもここは5点なんですよ。で、ちょっとね、公開一般職は各科目の、えー、8科目選択なんですね。 で、例えば憲法で4問分かるのがあるからその4問解いて1問は他の科目でとかそういうことできないんですよ。です。で、この点ではどの科目だって5点ずつだから変わりないんだからどれ選んでもいいよって言えるんだけれどもまず満点はいらない7割ぐらいを目標に。でもねこうなってくるとどれも5点だからどれを選ぼうかなって、えーね、どれにしようかなってやってる場合ではなくて例えばですね併願先を考えるわけですよ。 例えば先先を見てててみるると平岸先でこう共通して出てる科目がありますよねで例えばこれ特別区というところは今度は科目選択ではなくって好きに任意で40問解けばいい55問出るけど好きなもの40問解いてねという形になってるんですがでここでも満点はいらないでちょっとね特別区は問題が比較的優しい23区は問題が優しいので大体目標指は8割ぐらい取ってもらいたいというところではあるんですが。 教養もね6割ぐらいですよねで例えば教養のところはそんなに変わりがないんですよ。要はウェイトがた高いところってどこっていうとやっぱり上の科目が中心ですよと。でこれは、はい、下もそうですよね。例えば特別区っていう試験だと、えー、文章理解で9点で数的処理なんと19点ここだけでも28点ですよ。でこの28点は必須でですねあと残りの問題を、えー、と16問出るからそこから12問選んでねみたいな形になってるんですよね。 でも法律政治経済というところと社会時事ですね。でも八8問になってこれだけでも36点ですよここまでで、ね。あとはじゃあ例えば文系の方は文系の科目で理系の方は理系の科目でっていうふうに言ってまあ対処していくこともできるだからどの試験も大体教養はね同じなんですよ。文章理解数的処理そして政治経済社会時事っていうところですねそこをしっかり頑張る で専門はっていうと、まあ、これ試験手によってね、えー、ここは5点ずつの科目あの 5, 点5点ずつの配点になっているところだけを持ってきちゃったんですけど、えー、メリハリハも、ね、もちろんあるので気をつけていただね一つ言えるのは例えば国家一般職って縦に16列分、まあ、科目が載ってるんですよね。 で下の方を見ると「えー、特別区」っていうところでは、えー、約11科目分名前が載っておりますでじゃあ例えばこの2つを併願するんだったらこの2つで共通している科目をやるべきですよね。 で皆さんがもしいくつかを併願されるというのであればなんですけれどもこちらえパンフレットの12ページ13ページというところを見ていただいてじゃあ併願してみたいなって思うところの試験とかっていうものを横にビューって塗ってみるわけですよマーカーかなんかでね。でそれをビューって塗ってみていくつか塗ってみてであとは縦に見るわけですよ。 共通する科目何かなないいうのを考えててやっていくべきなんではね、えー、どれかなっていうのが確定したらあとは配点が高いとこどこかなっていうのとかを考えてじゃあその配点の高い科目とかを優先してやっていこうっていうふうにされると、まあ、非常に効率よく受かるんではないかなというふうに思います。なのでどの試験科目も頑張るではなくてまずは、えー、パンフレットにもありますけれども。 14ページですねだいたい満点いらないから67割っていうところだよえさらに重要な科目っていうのをしっかりと力を入れていってね重要な科目っていうのは要は配点が高いい科目っていうところですね、はい、であとはまあ時間とか量より質の勉強を心がけようって言っていますが、まああのまあ、言葉で言うのは簡単なんですけどね、えー、どういうふうに勉強していくかっていうのをちゃんと戦略を練ってまあ考えていかなくちゃダメだよ。 でまあ迷ったらね担任相談とか教えてチューターとかでね聞いていただければいいんじゃないかなと思いますで受験するなら今がチャンスだよなんていうことを書いてあったりするのでまあ、こちらね、えー、受験者数は横ばいだけど教授率が減ってるところもあったりはするよなんていうのが載ってるんでまあ一応、えー、ご自身が受けるところとかデータは載ってますのでぜひ参考にしていただくといいかなというところですはいですのでその辺ね頑張っていきましょうというところですでまたもう一つ二つちょっとお話をしてい こうかと思うんですが先ほどねよいしょ。 えーと乗り越える壁が3つあるよっていって択一とね、えー、論文とそして面接等っていうのがあるよっていうところですのでまあそのあたりについてね少しずつちょっと一緒にお話をしていきましょうというところです。えー、とちょっとですねパンフレットパラパラとめくっていただきましょうか、えー、パンフレットめくっていきますとですね18ページっていうところでタイプ別、まあ、あの公務員合格プランとかっていって、えー、その皆さんは多分在学中合格とかねあるいは卒業後合格っていうところかもしれませんが。 大学4年生から勉強を始めるる方もいるの例、ね、えで民間の場合は新卒っていうのがやっぱり優位になっちゃいますけど公務員の場合はあ新卒じゃなくてもそこはあ差別はありませんのでただなんで、ね、卒業後民間に就職しなかったのなんていうことを聞かれたりとかねしていくんでその辺りは対処していかなきゃいけないけど、えー、それぞれの皆さんに合ったコースっていうのがね載っておりますので是非、えー、参考にしてくださいというところです。はい そしたらえー、と実際にですね、えー、レックっていうのを選んでいただいて、えー、もし勉強していただくならあこういうところがメリットですよなんてお話をちょっとして差し上げながらあの3つの柱をですねどう乗り越えていくかというところを一緒にねお話をしていきます。まあ卓一はね一つもお話を終えたので、えー、論文とか面接のとこですね。よいしょ。 はいでまず、えー、レックが選ばれる8つの理由なんかドピンクっていうんで、まあ、すごいなっていう感じのカラーリングですけれども、えー、8つの理由がありますよって言って一つの売りが、まあ、もちろんこの担任講師制度ですね、えー、お近くにレックがある方はですねあのレックで相談していただければと思いますでレックのね担任相談のメリットの一つとしてあの地元の、えー、担任相談っていうね近くの校舎の担任相談もできるんですけどあの別の校舎の担任相談もできます。 例えばなんですが私は今横浜とかね渋谷とかで他人をしていることが多いんですけれどもそこの横浜で受講している方で例えば北海道を受けられるんですよというなら札幌本校の担任の先生と相談してらっしゃいと地元に帰る時にね地元が北海道札幌だというなら札幌の担任相談を使ったらいいよという形でお話をしていくことが多いです。なんであののででで全国配置の、ね、担任制度を使うことができるんで あの学校の近くの、えー、担任相談を使ってるっていう方多いですよねところが、まあ、実家は別のところにあるんで実家のところを受けるんだなんていう方はそっちの方の担任もね使っていただけるので、えー、全国の、えー、担任の先生と相談ができるっていうところをうまく活用してください、まあ、申し込んだ校舎とかあると思うんだけど申し込んだ校舎の担任とだけじゃないと、えー、相談できないよっていうわけじゃないんでね、えー、この辺り有効に活用していただければと思います。 はい実際ですねその担任相談でどんなことするのなんていうことですね、えー、24ページ25ページのところに書いてありますので、えー、全国の校舎に担任がいて、まあ、サポートが受けられますよっていうところですねで、えー、実際あの志望先のスケジュール志望先に向けてのスケジュールとかですね、えー、一緒に考えたりあと担当する科目の講師であればね科目の勉強を教えてもらう方法を教えてもらうとか問題聞いてみるとかっていうこともできますしあとは論文のね えー、添削とかも、まあ、してもらえるよっていうところで論文なんかね書いたんだけど、えー、添削をしてほしいというなら持ってきてくださいっていうところですねあとは、まあ、やっぱり面接対策でねエントリーシート作成とか志望動機とかを一緒に考えていくなんていうことも、えー、してまいりますのでもちろんご自分でねまず考えてから来てくださいよ、えー、作ってくれっていうのは子供じゃないんだからまずはちゃんと自分で考えてきたものを持ってきていただいてまあ,あの相談していきたいと思うね。でだけど どうやって作っていけばいいのかわからないっていう段階だったらその作り方のヒントとかを担任から学んでください実際ねどんな質問っていうのをされるのっていうところで、まあ、お申し込みの時期からちょっと中だるみの時期があって追い込みの時期があって最終合格までっていうところでそれぞれの時期に合わせて相談をしていきますというのが載っておりますのでうまく活用しておいていただきたいなというふうに思いますで各校舎の、えー、担任どんなのがいるのっていうのね、えー、こちら次のページあたりから載っておりますので、まあ、お近くの校舎とかっていうのねうまく活用して いてくださいというところですね うん、よいしょ。はい。まあ、先ほどね言っていたフォ、えー、ロー制度ね他にもねありますよっていうね合格者アドバイザーというのがいるんですよね、えー。合格者と相談をすることもできます。だいたい秋ですね。えー、その年の試験が終わったあ合格者っていうのが10月ぐらいから翌年の3月までなんですけど合格者アドバイザーとしてね、えー、来てくれますので、まあ、こういったものに参加をしていただければいいですし、まあ、関東だとゼミなんかもねちょっとやってたりしますっていうところです。でまた先ほど申し上げたはい K フォーラムっいう。 イベントごともね、ありますので、これ後でね、六十四ページ、六十六ページ、六十七ページというところにちょっと出てくるんで。まあ、フォロー制度として、後でご紹介しますが、まあ、全国のね、担任の講師、えー、出ておりますので、まあ、ぜひ見てみてくださいというところです。はい、じゃ、元に戻しますね。よしょ、あとはレックの売りっていうところで言うと、もちろん、まあ、えー、講師が自慢ですとかっていうのもありますが、えー、読書。 はい、合格カリキュラムとかですね、時事対策というところも、まあ、一つ売りになります。ちょっとですね、パラパラパラとめくっていただいて、三十八ページとかというところですね。はい。 合格に必要なカリキュラムっていうのは実はレックは公務員指導歴としては一番営予備校業界の中では長いんじゃないかなと思うんです32年の歴史があります。その歴史の中で、まあ、その公務員試験に効率よく受かっていくために必要なものはこれだっていう回答がこちらになります。で 一応あのインプットとかねいつやるべきかみたいなものも参考に載ってますのでなんか赤いラインがねあってねいつぐらいに勉強を始めるべきなのかとかそういうラインが入ってたりしますがあこのマスト講座とセレクト講座ってあるんですがマストっていうのは配点が高くてどこの試験でも出るからちゃんとやってねっていうやつですね。でセレクトはご自分の傾向に合わせてえ例えばご自分が受けるところに必要なものをセレクトしてもらうとかまあ教養セレクトなんて見ていただくとねご自分が文系だったら日本史とかを中心に日本世界 会社とかそういうのを中心にやっていけばいいんじゃないとかねいう形になっていく。 であとはアウトプットっていうところでねインプットが左側のページでアウトプット演習とかもねありますよというところです。特にまあ数的処理とかのね演習とかあるいは経済言論苦手にされる方が多いからね経済言論の演習とかっていうのが、えー、しっかりついてきます。あと論文対策もインプットだけではなくてアウトプットっていうところで答案練習っていうのがあって、えー、4回の添削の機会があるしまた他人相談とかでね、えー、また 制作を受けることもできるので、まあ、うまく活用していってほしいなというところです。 でまたあセレクト編っていうところでねセレクト講座のところで、まあ、専門でも記述があるっていう方がいらっしゃるので、はい、専門の記述対策っていうところも、はい、やっていきますし専門職ならではの、えー、特有の記述対策とか必修講座っていうのもあったりはしますので例えば国税専門官受けるんだとか裁判所職員だけ受けるんだとかっていう方なんかはですねえそういった専門職の必修講座っていうのがついてるコースもありますのでぜひ活用してください。 ホームルームの制度とかもありますし、で、あのホームルームっていうのはね、その校舎ごとに担任がその時期その時期に合わせて。 問題演習をしたり面接練習をしたりとかするイベントなんですけど、まあ、これレックの受講生構成であればどこでも受講していただけますしで近くにないよという方もですねデジタルホームルームっていうのをご用意してありますのであのレックが近くにないという方もね、えー、その時期その時期に合わせて、まあ、あのコメントがついてありますのように6回のホームルームございますのでぜひご覧になってみてください。でああととととと下の方の方ね模擬面面接接かかっててていいいいいうううころにに関しては9月スタートふ書る思ますが早い段階から面接対策 とか集団討論もねやっていきますので集団討論なんて雰囲気ね掴んでみないとわからないから是非活用してねっていうところですねでパラッととめくるとね。 まあ、苦手にされる科目っていうところで、まあ、2つ科目を挙げるならもうどう考えてもですね数的処理と経済言論なんですよ、まあ、実際下にね問題がちょっと40ページのところに問題載ってるからやってみたらいいと思うんですけども、はい、法律とか経済とかね数的処理っていうのが大事だから、まあ、法律はね演習の講義ついてるんですけど、まあ、3回分経済をねどっぷりつけておいたんですよでなんでっていうと経済と数的を苦手にされる方っていうのはすごく多いんですね苦手科目見てください えー、数的処理が苦手だっていう方は教養試験の中でも数的がダントツですしで、えー、法律以上にですね 経なので、まあ、その経済っていうところを学ぶっていうところについて、まあ、演習の機会とかもたくさんつけてあるんでぜひ頑張ってねあの演習消化していってほしいなというところです。でちなみにあの数的処理とね経済に関してレック力を入れてますっていうところで、まあ、どんな構成にカリキュラムになってるかというところですね、えー、ご覧いただけるようにまとめた特集のページ4243ページございますので、えー、ご覧になってみてくださいというところです。 で実際ねあの皆さんに講義を受けていただく時に使っていく教材っていうのが44ページ45ページにございます。でお近くにレックがある方はですね、まあ、これレックで、えー、今これ受講して聞いてるんだよなんていう方もいらっしゃると思いますがテキストの見本があるかと思いますので是非、えー、ご覧になってお帰りいただければというふうに思います。K マスターって呼ばれるテキストがあ門外不出のレックのテキストです。 でこれに対して外側右側のページですね「えー、過去問解きまくり」っていう、えー、タイトルになってるんですけれども、えー、ちょっとなんか素敵な女性が、えー、描かれている本ですか最近こういうの流行りなんですかね、まあ、ちょっとわからないんですけれども、えー、っと過去問集でございますでこれは一般に市販されている過去問集であの定評のある過去問集ですから是非しっかり復習していただくといいと思うんですが「講義を受ける」。 で必要な本試験の問題を解くのに必要な知識を入れる入れたらアウトプットをすぐやってくださいで実はあの K マスターのテキストとこれ自社で両方とも売っているも販売しているものっていうかね、えー、ご用意しているものなので「過去問解きまくりの何番の問題を解いてくださいね」っていうのはリンク先が必ず書いてあるんですなんで復習は即座に本試験の問題をやっていただく。 まあ実は数的処理なんかは本試験の問題を例題にまあ取り上げながら本試験の問題をさらに本試験の問題をさらに解いていただこうかという形でですね本試験の問題で学び本試験の問題を解くという形になってるんでまああのリンク先をね必ず解いていくというようなことをしていただいてあの常に 本試験を意識しててやってください何のために勉強しているのか忘れちゃダメですよ目の前の講座を受講することが大事なんじゃなくて最終的には本試験に受かることが重要なんでじゃあ本試験に出た問題っていうのをしっかりとやっておくようにしてくださいで公務員試験というのは過去問を制するものは公務員試験を制するというイメージがありますので同じような問題たくさん出るんですよねですからあの過去問を解いておくっていうことが必須不可欠になりますのでしっかり過去問ね解いておくようになさってください解きまくってくださいということになりますね。ほい であとは入所はい、えー、論文の話とか面接の話っていうのがありますねでもちろんあのテキストがございますで論文マスターでは例えばその回答例とかもありますのでね講義ももちろんついてきますから、えー、そういった論文対策っていうところ、まあ、教養も専門も含めて、まあ、しっかりやっていただければと思いますはい乗り越えなきゃいけない3つの柱というところでね 先ほどお話していた論文試験を乗り越えるというところについてはですね、はい、まず教養の記述とか、まあ、いわゆる普通の論作文と呼ばれるものとあと、ね、専門記述というのがあるんですよね。 であの試験によっては専門の記述もありますよっていうところもありますのでまず教養記述というふうに呼ばれる論作文とか呼ばれるものはテーマがねいろいろですね自己分析自分のことを、まあ、作文としてまとめてもらうものもあれば行政が直面する課題っていうのを書いていただく例えば下にあるんですけど2011年に出たあ災害に強いですね本年3月に2011年3月に東日本大震災があったんだけれどもその5月の試験でね 東京を安心して住み働くことができる災害に強い都市とするために東京都何するべきかって言って、まあ今直面している行政の課題とかですね、えそういったものについて意見を書いてくださいっていうものも出てきます。で、こういうのは当然ネタを知らなきゃ書けないわけで、まあ、論文マスターの中でしっかりあのネタを仕入れていくからねっていうところですね。で、またはいあの試験によってはね、えー、専門の論文がありますよなんていうところがあります。まあ、例えばここに書いておいたのはね、東京都とかこれ東京都の例題なんですけど。 あとは国税専門官とか裁判職員とかですね、まあ、一部の試験では論文を専門でも書かせますよというところがありますですので、まあ、こういった論文の課題とかっていうのがねありますのでぜひ、えー、参考にしてみてくださいというところですでこれらもちゃんとコースの中についてますのでえ必要なものを、えー、押さえていていただければ大丈夫ですからまずしっかりとねインプットをして、えー、書くために記憶,を記憶に努めたり自分で書いてみる訓練をするとかっていうのを努めていただければと思いますはい でまたにっこいしょはい面接マスターっていう講義ねあります面接対策の講義というのもありますので、まあ、ぜひあの質問事項とかもね実際に乗っかっておりますのでえそういうものも生かしていただきたいんですけれども気をつけていただきたいのはねあの面接試験なんですけれども、えー、っと今までお話をしてきた論文とかあるいはマークシートの試験というところは回答があるんですよね正解があります。でですので 正解っていうのがあって、その正解なんかを学んから学んでいくとかね。戸だって真似ていくっていうことから始まっていくんですが、面接の場合はね答えがないんですよね。で、答えがないんだけど、配点が高いっていうところが多いです。ちょっとお話をしておくとですね。まあ,あの公務員試験で面接試験を乗り越えるということをちょっとお話をしておきます。で、例えばですね。 これ配点が高いところ結構あるんですよっていうところで例えば横浜市なんていうところはね総合得点660点の中ではい事務の方なんですけどね最終の面接が600点ですよなんていうところがあるんですね。なんでもう最後の面接で決まってるじゃないかっていうところがあったりあるいは2次試験でマークシートの成績はリセットしてしまってで足切りみたいな形にしてですねもう論文と面接だけで合否を決めますよっていうところも結構多いです最近はね。 なんで公務員試験は、まあその資格試験とは違うんですよ。これ就職試験ですから、最終的に、まあ面接で人となりは絶対見るんだというところをね、意識しておきましょう。で、その点で、正解のない面接試験だからこそ、まあ気をつけてほしいことっていうのが。まあ二つの知るだと思います。一つは、自分自身を、まあ作る、知るということです。 ただしご,自ご自分を売り込むですね、まあ、自身の芯が違うかな、まあ、自分自身ですね、まあ、自信を売り込むではなくて、ねえー、プライドとか、ね、そういうのではなくて自分自身を感じ、まああねえー、違ったごめんね、はい、自分自身を売り込む力っていうのが必要で,でそれを裏付ける経験が必要なんですね。なので、 自分を作る自分を知るっていうところでまず例えば大学1年生2年生の方でこれ聞いてくださってるならいろんな経験をぜひ積んでいただけたらなと思いますで2年生から1年生から勉強することはできるけどあの勉強だけじゃなくって自分自身を売り込む、まあ、ツールとしてのいろんな経験を積んでいただきたいんですね。アルでその他かにもボランティアとかいろんなものがありますのでいろんな経験をですねあごめんなさいちょっと画面映っててよかったんでごめんね。 で「私はこういう力があります」って言ってですねおっしゃっていただいてもじゃあそれは何で培ったのって言って「いやそれはなんとなくです」とかって言われるとまあそっぽくなっちゃいますからねでまずは自分を知る作る知るっていうところも気をつけていただきたいしもう一つは相手方を知るんですね。 死亡先です会社を調べるということは、まあ、民間の就活でも必ずやると思うんですがそのあたりっていうところをしっかりとですねやっていっていただいてなぜ志望先を志すのか調べて、えー、動いてみたり資、ね、産歩いてみてで調べてみるとかですねそういうのも大事ですしであとは語るまとめて語るっていうところですね、えー、やっていってほしいなというふうに思います。 であのレックの場合は相談の機会がね結構多いですしでさらにはその早い段階から面接練習ができますのでこの辺りね、ねぜひ活かしていっていただきたいなというふうに思います。例えばですで、よいしょ、54ページパンフレットなんですけれども見ていただくとレックの面接対策っていうのが出ております。 で、えー、そのあたりっていうところで、えー、どんな感じになってるのっていうところですね、えー、見ていただければというふうに思いますが、えー、実際に面接のねウェイトが高かったりすると高いですよとか面接のスタイルもいろいろですよというのがあるんですがレックがご用意している面接のサポートっていうのは例えば担任相談とかもありますし講義ももちろんございます都道府県別の面接対策講座っていうのもねご用意しているのでねであとは上のところに上がっているですねよいしょ。 リアル面接シミュレーションっていうのが本番に直結する大事なものなんじゃないかなと思います。で、リアル面接シミュレーションの分析編と呼ばれるものはですね。 あのコース世しか利用していただけないようにしているんですけれどもあの自分のアピールっていうのをどこでしていけばいいのかどういうふうに表現していけばいいかとかエントリーシートが埋まらないとかっていうところでじっくくりと相談をさせていただく場ですでキ,ャリアキャリアコンサルタントの資格を持ってらっしゃる先生たちがあの皆さんとじっくり50分ですねお話をさせていただいて、えー、作り上げていくっていうサービスですので、まあ、こういったものも是非ご活用いただきたいですしまた次のページですね。 面接シミュレーションなんですけれども、あのう,う、読模擬面接っていうのがね、早い段階からできるようになっているんですね。で早期からやってますよというところです。で、あの一部校舎では実施していないところもあるんですけれども、一応あのレックでは20分とか25分お話をいただいて。 そのお話をしていただいている様子をあの iPad とかで動画で撮らせていただいてその動画を見ながら50分えしっかりと評価をしていく、まあ、あごめんなさいねあの20分とか25分やっていただいてでその後の20分、25分使って動画を見ながらです、ね、公表を受けるというんであので50分間、えー、まとめてなんですけど全体で50分で皆さんの面接をサポートしていくっていう機会が回数制限なく使っていただけるようになっております。 ででで自分を客観的に知るる機会でもあるわけですね動画であの自分を見ることができますので、まあ、そういったところが、まあ、非常に売りですし担当する担当官もですね元公務員だったり人事採用担当の経験のあるもの以外は、えー、レックではやらせない、ねえー、面接を担当させませんという形になってますので、えー、こういった顔ぶれですねが担当してまいりますのでぜひあの有効活用していっていただけると、えー、安心して 自信を持って面接を望むことができるんじゃなないかなあと地方の遠方の方でねレックが近くにないよという方なんかだったらリアル面接シミュレーションの実践編 Web 版というのもございますのでこういったものも活用してね頑張っていただけたらというふうに思いますというところです。 はいですので、まあ、こういったサービスとかをですね使わない手はないんじゃないかなというふうに思うんでぜひ実際あのレックを受講していただくってなりますと、えー、勉強に関してね択一の勉強マークシートの勉強というのはどんな感じでやるの論文の勉強とかどうやってやるのというところなんですけど。 よいしょ学習のスタイルとしては60ページ61ページのところにまず通学をしていただく場合というのが乗っかっておりますで通学は地元に校舎があったりとかして、ね、通学をするというんだったらあ通学の権利を買っていただく形になるんですけれども、えー、それ、えー、つけていただいて通学をつけていただいてでやってくださいで休んでしまった場合もですね実はあの通学をされてる方にもウェブ動画と音声ダウンロードの講義というのが標準装備になっております なので欠席した分のフォローとしてですねウェブ動画を見ていただくということもできますしまたあの復習の際にもう1回動画を見てみるとかそういうことができるようなシステムになってますのでぜひあの休んでしまっても安心ですし復習でもう1回講義見るとかねそういうこともできますあの生講義の講師と収録の講師が違う場合もあると思いますがテキストはね同じものを使っているので安心してフォローしていってください。あと あの校舎が近くにいくつかあるよという方でしたらね、えー、乗り入れっていう制度がありますので他の校舎に乗り入れるとかっていうこともできますから地元とですねあの自分があ住んでるところと大学がちょっと離れててで、あのー、普段は大学のある日は大学の近くの校舎をで、えー、大学のない日は地元の校舎をなんていうふうに言って校舎を乗り入れることもできます。こののりりねスケジュールっってていうををししかりと確認をして はいあのパンフレットの間にね一緒に入っていると思いますので、えー、そのスケジュールっていうところなんかを見ながらあのどこの校舎で受けるかなっていうのをしっかり意識していってください。もちろんあの科目の質問とかもね、えー、担当する講師がおればあその講師に質問することができるメリットはありますので有効活用してください。 他方で通信の講義の場合はですね、まあウェブでやっていく形になります。で、ウェブとあの動画とかね、えー、あと音声もダウンロード自由にしていただけますので、あのやっていってください。でちなみにですね、レックのウェブ動画はなんですけど、あの動画ダウンロードサービスがあります。で、これ一定期間の間しかあのダウンロードしたデータを使っていただけないようになってしまっているんですが、未来英語を見れるわけではないんですけれども、えー、そのまあ、8日間とかこの間間ぐらいですかね。 えー、一旦ダウンロードしていただいたデータっていうのを、まあ、ずっと、あのー、見ていただくことができます 8, 8日間ぐらいの間かな、はい、8日9日だと思うんですけどなんでっていうとですねあのパケット代なんですよね、えー、例えば学校に通学する最中に、まあ、動画を見たいとかっていう時にパケットがやっぱり気になってしまうと思うんですが w i f i の通ってる環境で 動画をダウンロードしてしまえばあとはあの移動中にそのダウンロードした動画をですねスマートフォンとかで勉強しながら移動するということができますこのサービスは非常に使い勝手がよくて公務員の,あの講座の受講生はよくこのダウンロードされてますのでねうまく活用していっていただくといいと思いますでまたレックの通信の講座はですねこちらあの生講義ね通信の人だけじゃなくて通学の人にもねこのウェブ動画ついてるんだけど、はい、通信専用の講義を取っております この今スタジオでね私今こうやってお話しているんですけれども、はい、あのこういう形で講義をしていきますでなんかパンフレットにもねたまたまですけど62ページはなんか僕がいるみたいな感じですよねちょっと間が抜けた表情なんでもうちょっとキリッとした表情のやつを使っていただきたかったんですがあの、はい、こんな感じでスタジオで収録をしております。 であの生講義を取っているあの予備校さんが多分多いと思うんですけれどもレクはスタジオであの収録をしているので実際、ですねあのスマートフォンとかでご覧いただいてもテキストの文字がきちっと読めたりとかですねクリアな映像クリアな音声でまあ受講していただけるようになっておりますので有効活用してい,ていただけると嬉しいですね。でまたこの3番というところに、ね、ちょっと書いてあるんですけどなんか区切られてるんですよね、ユニット一覧とかって。で何っていうとう ははいいいいレックの講義だた時間半ぐらいなんですねで2時間半ぐらいですけど、まあ、もちろんあの延長する講師とかもいます私は2時間半でだいたい講義終わらないんでねちょっと伸びるっていうことが多いんですけれども、まあ、2時間半ぐらいをベースにまあ講義をしてまいりますで2時間半の講義なんですけれども30分ぐらいで収録の場合は区切りが入っております生講義は区切りは入れられないですからねはいじゃあ30分ごとで区切り回すっていったらちょっと短すぎますからねただウェブの講義だと30分ごとに区切りを入れるぐらいなんですね まあ、ぴったり30分とは限らないですがでその30分ぐらいで区切りが入っているので例えば何か細切れの空いた時間大学の2限が休みになったからその間にじゃ動画見ちゃおうかなとかっていうような形で進めていただけることができます。で30分ワンユニットって書いてあるんですけど、まあ、私を題材にすするのが悪いですね。私は日本史も取るんですが日本史なんかは出来事ごとに区切ってるからね。 はい、なのであの兼務の申請なんて13分で終わってるけどあ執権政治のところは45分とかあの出来事ごとに区切るんでぴったり30分ではありませんが、はい、あのぜひねえこういう小間切れの時間を使いながら勉強できるメリットも生かしていってほしい。またレックはですねあの収録を特に教養マスター専門マスターってマスターっていうねどこで試験でも配点が高い試験に関しては、はい、あの複数の講師が、えー、担当していて。 でそれを動画でで選べるんですねで。講師1番2番3番とかですね先生を選べるようになってますのでお好きな先生であの勉強してもらう自分に合った先生を選べるっていうメリットがありますので相性の悪い講師とで勉強できないしかできないということにならないようになってますのでうまく有効活用していっていただければなというふうに思います。 またあの生講義は早送りはできないんですけどあのペースを上げるペースコントロールですね2倍のスピードで受けるとか1.5倍で受けるとかって時間を短縮することもできるので、まあ、うまくこの通信のね講義っていうのも活用していっていただけるとよろしいかと思います。でで先ほどお伝えしてていいたフォローー制度でね合格者アドバイザーとかっていうのが あ採用されますので秋口になりましたらぜひあの身近な、ね、相談パートナーということで、えー、アドバイザーとも、ね、相談していただきたいですしあとはあゼミがあるところ関東なんかでは、ね、やっておりますというところですし公務員のイベント K フォーラムですねこういうものもございますから活用していただければと思います。また えー、オンラインでねあの相談をしていただくっていうのは「オンラインスタディ」っていうね、えー、ところのサイトがありましてここから動画とかを見ていただくんですが、まあ、今何人の人が勉強しているよとかですね、まあ、勉強時間をこう、えー、気に、ね、周りの状況とかをチェックすることもできるようになってますのでぜひぜひ使っていただきたいしまた教えてチュータータという制度があるんですねなので科目の質問とかいつでも相談に答えられますよというシステムがありますので、まあ、回答には一定の時間をご用意あの。 ご容赦いただきたいんですけれどもえこういった相談の機会などもありますからねぜひあの活用していってエレックで合格を手繰り寄せていっていただけたら嬉しいですというところです。最後に コースのご案内っていうのがございますがはいあのコースなんですけどいろんなコースございますのであのぜひやっていてくださいね。でご自身に合ったコースっていうのがどれなんだろうっていうふうなものがあお分かりになりなかったですねぜひあの各校舎の相談とかコールセンターの方に、えー、お問い合わせいただければというふうに思います。で各校舎でねああの担任とかあるいはあの 講師とね相談をしていただいたり事務スタッフと相談していただくこともできますので、えー、分からない点に関してはぜひご相談をいただければと思います。えー、コースなんんででですすけど一番、まあ、あの何ももかんでも入ってますよというね、えー、専門で必要な試験の科目全部入ってますよあとから何か足したり引いたりするものがなナすっというのがスーパースペシャルコースというコースになりますしであるいはあ一般的なその専門の試験があるところで必要なコースというの必要な科目が概ね入ってるよというのがスペシャルコースというやつですし あるいは、ね、国税専門官、財務専門官というのもねあのプラスして受けるという方が多いのでこれは専門職ですので、まあ、会計学とか他の試験でああまり出ないものも出たりするから、まあ、その辺もちょっと追加するコースもあったりはします。あとは 教養だけの市役所を受けるというコースを、ねえー、ご用意もしているので、教養だけ受ける方もぜひ、まあえー、教養コースっていうのをお選びいただければと思います。でちなみにちらっと書いてあるんですけど、あの76ページとか、ね、あるいは78ページのところとかに、まあ、なんか市役所 SPI 対策講座とか、実は SPI で市役所、ね、採用試験をやっているようなんていうところもあるので、まあ、そういった SPI 対策も、ね、ちょっとですけど、あのつけてありますので、活用してくださいねというところです。他にもですね、例えば この試験を受けたくて公務員試験やるんですっていうのが決まっちゃってる方なんかだと国税専門官用のコースとか裁判所事務官用のコースとかっていうのもあります。ただこのコースになりますとまあ、あの専門職で必要な科目しかやらないので、例えば他の平岩先を受けるときにあれもこれもっていうようになってくるいろんな科目が出ちゃうよっていう風になっちゃうと多分あのスペシャルコースとかスーパースペシャルコースっていうのをお選びいただければいいんじゃないかなっていうふうに思いますのでぜひあの検討してみてください。 でこの後にねいろんなコース載ってますのであのぜひ活用してください。でまた2年生用のコースもご用意していますので確実に公務員受けるよっていうんだったらねあの2年パーフェクトスペシャルとか2年パーフェクトコースとか。 そういいったものございますのでぜひ活用してい,ていた、だければと思いますますたレックで、ね、無料体験の機会なんかもありますので、まあ、そういう校舎お近くにある方は無料体験なんかしていただけますしお試しウェブ受講なんていうねウェブ上で講義を受けていただくなんていうサービスもありますのでぜひご活用ください。また皆さんがお申し込みいただく際にねカウンセリングなどを相談してさせていただきますよなんていう機会をご用意している校舎もありますのでぜひそちらも活用いただきたいですしはいあとは、 各種割引なんですけれども割引もえ今日ねえ例えば校舎で今受講している方はねあの講座ねえ無料公開講座にご参加いただいているというので割引が効いたりするのでまあこういった割引の制度などもまあ細かいことに関してはですね、各校舎にお問い合わせいただいたりあるいはクレックのコールセンターにお問い合わせいただければと思います。あの皆さんね、 公務員試験を受けていくというところでこれからまあその大会ね公務員試験の大会というところにこう泳ぎ出るわけですけれどもあのその後悔をナビゲートしていくのが私たち担任ですのでうまく有効活用していっていただければと思います。であの今ちょっと最後にです、ね、お話をしたいのは うーん、今こう受講生と相談をしていると、えー、よく聞くのが民間との併願の話なんですね。で、民間と併願をしていただくことってのはもちろんできると思います。ただあの民間よりも公務員試験の勉強って大変だと思うんですね。やらなきゃいけないものが多いから今ね、おさえていただいたように、まあ、その、えー、面接卓一と論文と面接とって乗り越えなきゃいけないものが多い。しかも卓一もね科目が多いのでメリハリをつけてやっていかなきゃいけないんで、まあその辺ぜひ気をつけていただきたいのと、あとです、ね。 今までは学生の方に対してはねあの民間の就活の時期っていうのを、えー、よく言っていたのはねよいしょ。 あの大学入試とかだとね夏が勝負だとかって言ってでその夏っていうところから半年後ぐらいの本試験に向けて頑張りますよねで公務員試験の場合も同じようにまあその夏が勝負だっていうんだったらね公務員試験の夏はいつかっていうと大体秋口なんですよで秋口とかにこうぐいぐい力をつけていって半年後に間に合わせていくんだっていうところなんですけどかつてはですね。 まあ民間のインターンシップっていうのとかっていうのがまあ夏の間にあったりえ冬のね1月2月のところであったりして3月ぐらいから就活スタートですなんて言ってましたよねところが今年そのの動ききっっっててていうのがやっぱ変わってきてますね、えー、経団連の方でその3月スタートとかね6月内定解禁とかねそういうのっていうのをもう撤廃っていうような話をしたので実は今年の動きですね聞いているとまあもう 2019年のその秋の段階からも採用説明会とか非常にやってるところは多いらしいですね。で実際インターンシップとかもやってるところが多くてで年内に内定が出るかもっていう企業さん結構多くあるみたいですよ。ですので、まあ、今までとちょっと変わりましたよね。3月からそのあのあ 民間の就活がごっと忙しくなってくるよっていうところと、えー、言うとですね、これまでとちょっと変わったなと、公務員試験の追い込みの時期と民間の就活の盛り上がりの時期が被ってたんですよね。 なんだけど、例えばその秋口に内定を取っていってもう冬の間に、ね、年内に内定を取ったりとか早い段階で内定を取ってで年明けはもう公務員の勉強にガッと集中するとかそういうこともできるようになりました。ですのでこれご自身が受ける企業によって違うとは思うんですけれども、まあ、民間の就活と公務員って平和意外にしやすくなったんじゃないかなという思いもあります。ただこれはは流動的でで、あるので、まあ、今、 ああ2000ちょっとこれ収録しているのは2019年のうちなんですけどえ2019年のうちでいうと、まあ、秋口からもう、えー、就活が始まっているというかインターンシップやりながらですね先行されてるっていうようなところあるよっていうのがお話聞いてますので、まあ、そういう動きとかですねよくよくつぶさにつかんでですね、えー、どっち選ぼうかなっていう人もどっちも併願しながらやってるよって併行しながらやってるよっていう方もいるんでねあのご自身の選択肢を広げる考える,考える広げていくような感じで 考えてていいっほしいなと思います何も最初にお伝えしてたんですけれどもあの大学卒業後の進路っていうところでねえ皆さんの未来は無限大ですよというお話を差し上げたと思いますですので今それを、ね、出そうとしてたんですけど、はい、で大学卒業後の進路って別にね公務員試験に受かるだけっていうのがそれが唯一の道ではありませんので是非いろんな道をねじっくり考えてみてくださいというところです。 ただあの民間に就活するにしても公務員になるにせよですね面接でまあ自分を語るっていうことが必要になりますし、まあ、面接のためにっていうわけではなくて大学生活って一回しか基本的にやらないんですね人生の中でその中であのやれることってまあたくさんあるわけですよで大学生しかできないことってたくさんあるんだからそういうものをしっかり頑張ってくださいサークルバイト部活とかねボランティア何でも結構ですやりたいこと留学でもいいだろうし、えー、やりたいことじっくり頑張ってで自分を、えー、より豊か から人間にしていってそしてそれを面接でアピールできるっていうのがおまけですからでだけどそれで公務員試験合格っていうのを手繰り寄せられるんで是非頑張っていっていただければなというふうに思いますレックはその択一の勉強で論文の勉強面接の勉強っていう全てのところで皆さんを支えていく仕組みがありますので是非有効活用してですね合格を手繰り寄せていただければというふうに思います、まあ、皆さんの未来にね公務員という選択肢が加わるっていうところでそのサポートをさせていただくことを楽しみにしておりますので是非今度はね え校舎で皆さんとお目にかかれれば嬉しいと思いますそれではあー学生のための公務員試験合格法ということでガイダンス終わらせていただきたいと思いますぜひ頑張ってくださいね終わります